北九州市の北橋市長は国が示したコロナワクチンの3回目接種前倒し方針を受けた新たなスケジュールを発表しました北九州市は2回目接種から7ヶ月が経過した人への接種券の送付を進めてきましたが国の方針を受け6ヶ月経過に前倒しします高齢者については来月下旬まで 高齢者以外の全ての対象者については3月下旬までに接種券の送付を完了する予定ですそれに伴い現在週におよそ4万回としている接種体制も3月上旬からは5万回に拡充しますまた子供と接する機会の多い保育士教職員については新学期が始まる前に接種できるよう3月第1週までに接種券を送付することも明らかにしました 市民への3回目接種について4月末ごろまでにおよそ9割の人たちに接種券が届くと考えているとしています。